で、今回はですね、やっぱ苦手な路線っていうのが、やっぱりあるんじゃないかなっていうところでですね。はい、有名なところだと、はい。路線。あと、路線。はい。対戦だと、大変なのはやっぱり、ですよね。終わった後、こう、すごいもう、明日のジョーみたいに。ガチンコマイル塾よよ、はい、花さん、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今回はですね、まあ、これはちょっと聞きづらい質問ではあるんですけれども、はい、実際に、まあ、花さんも、まあ、たくさんのこう今まで路線というかですね、飛行機を乗られてきたと思うんですけども、やっぱ苦手な路線っていうのが、はい、やっぱりあるんじゃないかなっていうところでですね、ちょっと僕も気になって、その辺に関してちょっと伺えればなと思うんですけれども、はい、一体そういう路線とかってあるんですか？そうですね、苦手というか、その路線に乗務した CA はもう、はい、で切ってるっていう路線があるんですよ。はい、終わった後、こうすごいもう明日のジョーみたいにという CA になっちゃうよっていう路線はあって、はい、それがまあ有名なところだと、はい、金浦路線、ん？金浦、金浦、はい、東京から、うん、韓国のソウル、そうですよね、金浦と、うん、あと香港路線、はい、でなぜかというと、はい、まず金浦って、はい、短いとフラットタイム1時間半とかしかないんですよ。なるほど。1時間半って言ったらもう国内線かっていうぐらい。そうですよね。短いですよね。沖縄より短いないですか、1時間半って。沖縄に短いですね。そうですね。ですよね。その間に、ミール出すんですよ。確かにそうですね。えって。1時間半で、ご飯出して、飲み物出して、はい、免税販売して、入国カードとかですね。なるほど。やること盛りだくさんで、もう飛んだと思ったら着いちゃうんですよ。ああ、なるほど。飛ぶのに離陸してベルト着用サインが消えるまで20分じゃないですか。はいはい。で、着陸態勢入ったら20分じゃないですか。うん、でも40分取られちゃうんですよ。そうですよね。みたいな。そうするともう50分ぐらいしかないじゃないですか。確かに。この間に、金浦路線ってすごい満席なんですよね、ほとんど。はいはい。人気なの、うんうんうん。200人以上の方にお食事出さなきゃいけないんですよ。それは大変ですね、確かに考えてみたら。しかも、いわゆるその、コールドミールっていう、一つの箱で、こう、なんですか、サンドイッチとかが入っているようなお弁当ではなくて、うん、ホットミールって言って、あったかいご飯なんですよ。なるほど。例の上にあったかいご飯を乗せていくやつなんですけど、はい、もうそれ、ほんと時間かかるんですよね。温めるのに。温めるのに。なので、離陸と同時に温めとくんですよ。ベルト着用サインが消えたら、温まったやつをトレイ全部に入れていくんです。はい。ああ、なるほど。みたいな。もう CA とかガタ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 してるんですけど、はい、それぐらい時間がない中で、全てのサービスをしなきゃいけないので、うん、しかもそれ往復なんです。日帰りなんです。あ、そうなんですね。その便は日帰りなんです。行って、お客様を降ろしたらまた帰ってこなきゃいけないんですよ。めっちゃハードじゃないですか。そうなんですよ。だからそれ2回やらなきゃいけなくて、終わった時にはもう CA とかもう疲労困憊で、はい、誰も何も話さないです。無口になってます。そうですよね。っていう金浦路線がもうスケジュールが出て、金浦がついてると、はい、うわぁ、嫌だな、嫌だなっていうか大変だな、みたいな感じで、結構優秀な CA が多かったりします。うんうん、ああ、そうなんですね。逆に言うとですね、前回の花さんのお話で、CA さんと仲良くなるための、まあいろんな秘訣をお話伺ったんですけど、はい、金浦路線に関しては、ちょっとじゃあ難しいぞという、お話ししてるそんな時間ないぞっていうところですよね。はい、金浦路線はそっとしといてください。ガチンコマイル塾むしろ短い時間の中すごいねっていう感じの方がまあ嬉しいというか、う、ね、あれですか。もう CA も本当に余裕ないんで、はい、金浦は、うんうんうん、眺めるだけでお願いします。なるほど。国際線に関してはじゃあちょっと金浦路線っていうところだったんですけど、国内線に関してはなんかそういったところってあるんですかね。
やっぱり逆にこう好きな路線とかってもあるんですか？あ、もちろんあります。その好きな指定先とか、うん、はい、路線とかってあるんですけど、うんうんうん、国内線だと大変なのはやっぱり痛みですよね。あ、それはやっぱり短いからですか？やっぱりフライト。そうです、短い上に、はい、ビジネスマンが多いんですよ。うん、確かにそうですよね。なのでまず乗ってこられて、はい、皆さん新聞欲しいって言われるんですよね。うん、先に行くまでに日経新聞読みたいからって言って、はい、日経新聞の嵐になるんですよ。ガチンコーマイジク。もう日経新聞の数限られてるのに、はい、すごい20件とか日経新聞頼まれちゃって、うん、最初にこのお客様に渡ししたら、はい、終わりましたらお客くださいっつって次にその新聞を持ってって待ってる人に渡しするみたいな。あー、なるほど。降りるまでに新聞をお渡しできなかったらどうしようとか、まあ結構いろんな、うん、1時間しかないともうどうにもこうにもできないじゃないですか。そうですよ、そうですよね。私やっぱりその気張ってる方が多いので、はい、失敗するとすごい大きなクレームになったりとかするんですね。なるほど。なので気を使うし、はい、時間はないしみたいな感じで、うん、痛みの時は結構みんなあピリピリというかちょっと緊張感漂ってる感じですかね。そうですよね。実際にでもやっぱり あれなんですかね、こうビジネスマンが多いとやっぱり CA さんもかなりこう緊張するというか、そうですね、うん、なんかはい、ビジネスマンの方ってこれからやっぱ戦いに行くって感じじゃないですか。まあそうですよね。商談だったりとかいろいろありますもんね。なのでいろんなこう頭の中でシミュレーションとか今日どうやって、うん、説明しようとか契約取んなきゃとかっていう、うん、そういうプレッシャーの中乗られてる方も多くて、うん、はい、何か失敗した時に、うん、スマイルがないんですよね。こう笑顔でこの問題は笑顔で流せないっていうことが結構多いんですよ。なるほど。なので、絶対に失敗したくないですね、痛み線では。なるほど。ガチンコ、前部塾。逆に、好きな路線はやっぱり、はい、沖縄線とかは実感はありますし、うん、好きでした。余裕持ってきてるし、お客様とのこうコミュニケーションを取れる路線だったので、うん、沖縄路線は、すごい好きでしたね。あ、やっぱそうなんですか。僕もよく沖縄羽田の路線に乗るので、なんかこの路線はやっぱりいつもなんか CA さんの笑顔がいつもよりも多い気がするなと思ってたんですけど、はい、あ、じゃああんまりそれ僕の錯覚ではなくて多少そういうのもやっぱあるんですかね。ありますよ。あともしかしたらその沖縄ステイ、このフライトが終わったら今日は終わりで沖縄で美味しいご飯食べれるとか思ってる CA もいると思いますし、はい、あ、そうですよね。お客様のこう今から旅行だっていう楽しい雰囲気がやっぱり好きでますし、まあ、そうですね。戦いに行くっていうよりもちょっとリラックスにバカンスに行くっていう感じですからね。多少やっぱり CA さんもリラックスしてできるのかなっていうのは今お話聞いてて感じましたね。そうです。ガチンコマイル塾。あとは結構辛いのが香港線。はい、香港線は日帰りできる路線の中で一番長いんですよ、はい、多分、4時間切るぐらいなんですけど、それ往復なんです、うん、1日で。あ、そうなんですね。香港も往復なんです。まあ、今はちょっとどうだか分かんないですけど、うんうん、私がゴールした時はそうで、うん、朝出社したら帰りはもう夜中、うん、そうですよね。なるんですよ、うん、で。ビジネスマンも多いですし、はい、やっぱりピリピリしてるんですよね。まあ、そうですよね。まずフライトタイムが長くて日帰りってところでもう CA はチーンってなってますね。はい、そうですよね。はい、そのあれですか、例えば香港線とかだと日帰りってなるとですね、ちょっとこれ非常に気になるのは向こう、まあ、香港に入国を一応するんですよね、一応。入国降りないです、飛行機は。あ、降りない。はい、そのまま待機です、機内で。機内で待機ですか。あ、そうなんですね。その待機してる間っていうのもじゃあ立ちっぱなしっていうか休憩とかではないですか。どんな感じなんですか。普通にお客様の座席に座ったりとかしてます。で、ちょっと休んでるって感じですかね。そうですね。その間にこう機内食を準備してくれたりとかするんですよ、はい、他の人も。なるほど。購入してくれたり。
あ、間に待ってたりします。じゃあ結構力抜けない、そのまま、だって制服着たままって感じですよね。そうですね、まあ、多少スカーフ取ったり、あのチャック下ろしたりとかはしてますけど、はい、うん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 、靴脱いだり足もんだりできる限りはそうですよね、抜かないとダメですもんね。そうですね、はい、なるほど、わかりました。逆に言うと、ちょっとまあこれ聞けることによってですね、あのもしこれ飛行機乗られてる方で、なんか今日はCさんちょっと日々あの忙しそうだなとか感じてる人は、まあその路線に乗ってる場合があるっていうところでですね、ちょっとあの安心した方もいらっしゃるんじゃないかなと思いましたのでそうですよね、Cさんもやっぱり限りある時間の中での、まあやっぱりサービスっていうところはどこも変わらないと思うので、ちょっとそういうのをね、はい、僕らも理解しておくことで、シエさんとこう円滑なコミュニケーション取れるんじゃないかなということでですね、今日は、はい、シエさんのちょっと知らざる一面というかですねまあ人間ですのでいろいろあると思いますので、ちょっとそういった部分も聞いてみたかなと思いました。はい、はい、ということでですね、ちょっとまたシエさんシリーズということでですね、またハナさんにいろいろとお話伺っていきたいというふうに思いますので、ちょっと今回ね、あのビデオを見てくださって、また何かしらね学びだったりとか、少しでもですね勉強になったよという方はですね、まあグッドマークとね、あと一言でもね、いいのでコメント欄をいただけると、まあこれハナさんもですね、見ていますので、ぜひね、皆さんからのコメントによって今回こういった企画も成り立ってますので、はい、ぜひね気軽にコメントしていただければなというふうに思っております。ということですね、はい、花さん、今回も貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ガチンコマイル塾、最後までガチンコマイル塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければ、いいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は、概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。